ございます。今日も頑張って走っていきたいと思います。現在金曜日の8時35分ですね、朝一ちょっとこれからまた走っていきたいと思います。9時からのレッスンは、宮本と堀井がいますんで、私の出番は2つ目のレッスンということで、これからその間にね走っていきたいと思います。あちゃー、今日は昨日とは全然違いますね。もう日差しもきついし、すでに朝なのにもう暑い感じがバンバン出てますんで、これは一日今日は暑くなるなっていう感じですね。だいぶやばいですね。このセミの鳴き声と日差しのきつさ、かなり暑さを増すような感じですね、これ。やばいっすね。まあ、いつもながらなんですけども、ここは本当は、止まらないといけないんですよね、ここ人立ってると。これ、警察官がいたら、一発アウトですね。まあ、でも、いないとみんな素通りです。まあそういうもんなんですかね。これやっぱめっちゃ暑いっすね。今日はやばいっす。日差しが太陽の方を顔向けると痛いですね。まあ日焼け止めは塗ってるんですけども、日に日にもう日焼けがちょっとこう赤いというか黒くなっていきますね。赤黒いというか、日に焼けやすいタイプなんで、かっこよくなんていうんですかね、茶色になればいいんですけど、赤黒くなるんでなんかちょっと嫌なんですよ。まあ、昔はそんなこと一切考えずに、ひたすら、まあ、暑い中で練習するとか雨の中練習するのが好きで、まあ、関係なくやってたんですけども、もうこの年になってくるとあんまり日焼けしすぎてんのもちょっと嫌やなというように思うようになりましたね。この間長尾が来たんですけどね、その時もすごい日焼けしてて、見てくださいと、オンコートの証ですみたいな感じで、もう日焼けをですね証にしてるわけですね。今32か33ぐらいなんで、まあ私もその頃はちょうどまあ、高校の監督やってたんで、もう一日中外にいて元気にやってましたね。まあ、そう考えると長尾もね、そろそろ、まあ、その持ってきた、まあ、能力をジュニアに向けてほしいなということはちょっと話しまして、まあそのつもりではいますということで、まあ拠点はどこになるかわからないんですが、まあ多分ね群馬関東で少しずつまあジュニアの方に力を入れるような活動するんじゃないかなというふうに思います。
なんかその様子を多分ハードワーカーが夜ご飯食べに行ってみたいなんで、その様子は多分配信するのかな、しないかもしれませんが、もし配信したら、まあ、見てもらえたらいいなと思います。あ、これやばい、超暑い、下からも上からも来てる、この朝一でもうそんな感じなんで、今日もセンター周りの救急車の数数えないといけませんね。夏になると、まあ、救急車が通る回数が多くなってくるんで、まあ、大体熱中症の関係だと思うんですけども、はあ、はあ、暑い、そろそろこの辺の小学生、中学生は夏休みに入るんですね。今日からか。まあ、ある学校では夏休みなんですけども、一応登校日っていうのがあって、まあ、その期間であったり、小学生は一部来週から夏休みなんですかね。ですからもうすぐ、まあ、夏休み時間の練習になってくるんで、まあ、朝から集合ですね。まあ試合もどんどん入ってくると思うんで、ちょっと頑張ってほしいなと思います。そういえば昨日お昼休憩の時に、本当に珍しい先輩から連絡をいただきまして、半年前にも一回、なんか娘さんの大学の件で、まあ、アメリカの大学とかいろいろ考えてらっしゃって、まあ、参考にということで連絡をいただきました。で昨日は、まあ、アルゴリズムかなんかでおすすめにですね、なんかラントークが出たらしくて、何やってんのかなと思って連絡してくれたそうです。まあ大体は娘さんのね、大学進学の件でいろいろ、ああこんな話もあるんですかとか、そんなすごいこともあるんですねみたいな話で、まあ、結構長い間喋ってました。だからやっぱ実力があるとかなりいい大学からもそのオファーをもらえるような感じで、まあスカラシップ 100% は当たり前で、それに加えて授業料と、まあ教科書代とかもう全部ですね、フルスカラシップっていうのは、まあお小遣いがひょっとしたらもらえるかもしれないという、毎月いくらか、なんかそんな特別待遇があるんですよね。で選手によってはオフィシャルビジットって言って、大学側がお金を出して見学に来ないかという、そういうこともあるらしいんですね。ですからその先輩の娘さんはレベルが高いんで、オフィシャルビジットで来ないかと、あれ行ったんかな。まあ今いろいろ考えてらっしゃって、まあ、選択肢がねいっぱいありすぎるっていうのも迷うんですけども、まあ、本人はすごいなんか何がしたいんだっていうところが明確になってるみたいなんで、まあ、どこに行くかちょっと具体的には聞けなかったんですけども、
まあ選択肢が広がるっていうのはいいですね。なんかすごい英語も頑張ってるみたいで、もうペラペラらしいです、日本にいながら。そういうことがあるんですよね、日本にいて勉強してペラペラになるっていうね。だからアメリカの大学行っても話せない人はいないかもしれませんが、まあ、一応そのアメリカの大学も視野に入れることで英語の勉強を頑張ると、まあ、その結果もうすでに高校3年生でもうペラペラやる。それでいいと思うんですけどね。テニスも一生懸命頑張って、まあ、勉強も頑張ったその結果が英検というかトーフルがもう60、70点に近い、いや70点超えてるんかな。トーフル70点超えって結構なもんですよね。すごいよな。そういう考え方もありですよね。で結局アメリカの大学に行くか行かないかはその時決めたらいいことで、もう行かなくたって結果的にはトーフル70点以上、70点超えできてればもう十分ですよね。逆にその方が英語だけの観点からすれば努力がうかがえますよね。ですからまあアメリカの大学行ってペラペラなのは当たり前でも、日本にいながらすでにペラペラ、トーフル70点超えしてますっていう、そしたらその子の評価がアメリカに行ってることよりも評価は高いですよね。日本にいながらですからね。でも恵比寿も、まあ、七瀬も行く方も日本にいながらもう後半は英語話せてましたもんね。普通にテニスレッスンもプライベートで、英語でプライベートレッスンするぐらいですから、すごいっすよね。まあダイバーシティなんで、まあいろんなやり方、いろんな見方、いろんな考え方があるんでね、今のうちからもう受験で中学校入ってもうそこにずっといるという考え方じゃなくて、どこにでも行ける状態を作っておけた方が、個人の成長もあるし、いいと思うんですよね。しかもやりたいことをしっかりやりながらですから、より健全ですよね。勉強のために自分の好きなことをやめて、いつになったら自分の好きなことができるんですかっていうね、学年が上がれば上がるほどに学校の宿題、塾の宿題、試験期間、やりたいことなんかどんどんやれなくなっていくじゃないですか。で大人になった時にもう遅いんですよね。後からやりたいことできるなんて、そんなほんまかなと思いますけどね。そうやって勉強頑張らせる保護者がいますけど、でどん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 子供はどうせやってもっていうね、ちょっと諦め、そうやってそのオリジナルというかね、まあアイデンティティが失われていくというか、それでいいんかなと思ってしまうっていうね。まあ先輩の話聞いてて
なんかそんな話をと思いながら、すごいな。まああとはどこを選ぶかなんで、また正式に決まって、聞けたら聞いていきたいと思います。今日も見てくれてるんかな。まあたまたまだと思うんですけど、意外とですね、ワックに来てない方が見てる方の方が多いんじゃないかなっていうぐらい見てますよみたいな感じですよね。まあたった60人とかですけど、まあでも60人結構ですよね。ちょっとしたイベントですよね。まあそら本格的な YouTuber とかなったら、そんな60視聴回数なんかで喜んでる場合じゃないんですけども、まあそうじゃないんでね。例えばあの今日は朝の勉強時間に、朝の勉強タイムに、この暑さは温暖化、その原因は CO2 かというね、まあ、そんな話をしてたんですけども、テレビのニュースとかいろいろ見てると、本当に脱炭素、CO2 減らす、まあ、これが原因かみたいな思っちゃうんですけども、3種類ぐらいの配信見てたら、なんかそうじゃなさそうなんですよね。確かに気温は上がってると、でも100年かけて1度なんで、30年で見たら 0.3% しか温度上がってないっていう。で、北極熊が絶滅危機とか言ってるけども、毎年北極熊って増えてるらしいです。で、じゃあ台風はこういった災害は増えてるかっていうと、増えてないらしいです。ですから CO2 だけが問題じゃなくて、災害の場合は自然災害もあるんで、自然が関係してきたりとか、まあ太陽フレアみたいな、最近なんか爆発があったらしいですけども、太陽でちょっとした、そんなんはどうしようもないですよね。ですから日本がどれだけ頑張っても、中国やアメリカ、インドが CO2 どんどん排出してしまったら、日本は 3% ぐらいですね、世界で。20何パーとか30パーは中国、インド、アメリカなんで、そこが減らさない限りは、日本地球全体で考えたときに全く影響がないというね、悲しい現実。ほんまに CO2 なんかっていう、
からやっぱいろんなものの見方しないと本当がつかめないし、科学もいろいろありますからね。 CO2 が原因じゃないっていうのはノーベル賞物理学者が言ってるみたいで、まあそれが今物議をかましてると。でそれに賛同してる学者もやっぱり賛否両論で多かったりするわけですね。まあ利権絡みとかいろいろ絡んで、そうやって言うと温暖化ビジネスがバーッとこう盛り上がったりするから、報道がやっぱりちゃんとね伝えてくれないと我々何も知らないから、ああ言われたらおおみたいな感じで流されやすいんですよね。ですから今はまあエビデンスブームですね。エビデンスがないとっていうね、データがどうやとかエビデンスはどうなってるっていうのが、まあ、絶対大事っていうね、まあ、それはなんとなくわかりますよね。でも研究、例えば東北大学や東京大学ってまあ名だたる大学は研究すると、でもその企業がお金を出して研究した場合、やっぱりスポンサーにとってデメリットになるような研究結果って出してこないと思うんですよね。ただまあ知ってるかしてないかって言えば知ってる方がいいと思う。まあそういう意味では今進めてる日本トリムさんの清水域なんかも一応やっぱりホームページ見たらエビデンスも出てますし、最近よく分かってきたのは、あれ普通の家庭のなんていうんですかね、生活機器じゃなくて医療機器なんですね。あれだから医療機器で登録されてるその清水域は、だから異常改善をですね言ってっていいというようなカタログにもしっかりバッチリ載ってますしね、ホームページでも言ってるっていう公開されてるんで、普通そんなん言ったらダメなんですけどね。医療機器として家庭用に作ったものなんで、すごいですよね。ですからまあこの暑さは CO2 じゃなくて、ただ温暖化は進んでるけども100年で考えたら1度しか上がってなくて、30年で見ても 0.3% しか上がっていない。でそれはもういろんな要素が入ってるんで、まあ自然現象的なものもあるし宇宙現象もあるかもしれませんし、でもここ中小企業団地内なんですけども、このエリアって多分製造業が多いと思うんですよね。そしたらこのエリアだけで見ても CO2 めっちゃ出てると思うんですよ。でもそれ脱炭素なんか言ったらこの中小企業団地内どうなるんかなと思いますよね。ほんまにそういうのを狙ってんのかな、分かってて言ってるんですかね。日本は製造で成り立ってんのに脱炭素とか2050年までにどれぐらい 0% ゼロみたいなこと言ってたと思うんですけど、いけんのかな。
あと昨日ニュースやってたんですけど、アップルも GPT 出しましたね。アップル GPT、 オープン AI のチャット GPT とか、マイクロソフトのチャット GPT とか、まあいろいろ出てきてますよね。だからまあ AI がもうアップルが出だしたらどんどんもう進みますね。これちょっと前までは AI の開発をちょっと遅らせようという動きがあったにもかかわらず、もうこそこそとやってるわけですよね。で、アップル GPT 出しましたみたいな、開発遅らせるんちゃうみたいな、まあその辺はちょっとこうしたたかですよね。だからもっともっと精度がどん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 高まっていくんですよね。これ長い文章とか、あと比較書とか、まあ最近やったらちょっとした簡単な事業計画書とかだったら、まあチャット GPT で作れますもんね。実際作ってますからね。でこの間の上宮太一さんの勉強会でも、まあこの資料はまあチャット GPT で、まあ、YouTube 見たりチャット GPT 見たりすれば分かることなんで、あえてそこは説明しませんみたいな、一応文章では貼り付けした内容が、まあ、それはチャット GPT なんですよね。文章そのままコピペしてのっけたんですよ。でそれはもう調べてもらえれば分かると。ただまあ現場ならではのっていう話を、この間の講習会ではしたんですけども、そうは言うの分かっててもやっぱり実際水飲めようって言ったら飲まないんで、これはやっぱりあの子供もそうですし大人も、高齢者の方もそうみたいですね。ちょっとゲストの方と喋ったんですけども、高齢者は 水をちょっと飲みすぎるとやっぱトイレが近くなるんで、それがめんどくさくてあんま飲みたくないと、だから飲まないんだみたいな人もいるみたいですね。ですからまあ水分補給のは熱中症だけじゃなくて、まあ脳の働き、内臓の働き全部に影響してくるんで、水はやっぱり最低限ね、人間の体 60% 保たないと、ちょっとこうまあ 1%2% 減るともうすでにね、いろんな障害が出てくると。まあそんなこともやっぱりあるんで、やっぱりこう上辺の内容よりも現場ではどういう風になってるっていうことがすごい大事だなと、まあ、それも大事かな。両方組み合わせたらうまいこといくと思うんですけど、ですから、いろんな情報がある中でやっぱ組み合わせて選んでいくっていうのが大事ですね。まあそれは昨日の先輩の話聞いてもそう思いましたし、まあ自分がそうやって教員への研修をすることでそうも思いましたし、さあ今日は堀井はどうなんですかね。この間は
2レッスン連続でやって、もう3レッスン目もし元気やったらっていうことやったんですけども、ちょっとこうできない信号を出してきたんで、まあそれはもう止めましたけども、まあちょっとずつですけどね、そういえばなんかクラウドファンディングまたハードワーカーやり始めたんですかね。今度は自分の分ですね、帯同費両方のちょっと道があるんでね、もし昨年と同じような感じだったら関西から8人ぐらい連れていけば多分スタッフとして行けると思うんで、出ると思うんですけど、単独で連れて行くってなるとちょっとしたらいるかもしれない。まあまた11月まで、ね、まあ、いろんなイベントが発生すると思いますので、まあできたら参加してもらいたいなと思います。もう汗がやばいです。今日のパワースポットマウンテンいいですね。今日も昨日はなんか雨が降りそうな感じやったんですけど持ちましたね。花火の跡がありますね。まあでもちゃんと2、3本落ちてるぐらいでちゃんと持って帰ったのかな。まあバーベキューもそうですけど、花火もねやんのはいいんですけども、ゴミだけはきっちり持って帰ってもらえたらいいなと思いますね。まあせっかくこういう綺麗な自然があるんで大事にしてほしいなと思います。そういえば最近海水浴とかでも大人400円、子供200円とかってお金取るとこがあるらしいんですよね。で海辺って公共の施設なんで本当はお金取ったらダメらしいんですけども、柵を使ったりしたらダメなんですけど、まあお金を取ると、でもお金を取ってるということでやっぱゴミが減ったりするんですよね。それはまあお金取られるから行かないっていうのと、お金を払うということでその市のもしくはそこに管理している業者とか管理している人がゴミ拾いをしてくれるっていうね、まあ、そう考えたらまあ駐車場代として400円料金払うっていうのはいいのかもしれませんね。ただまあ管理費として取った場合ちょっといろいろ問題が出そうですよね。例えば川なってきたら管理してるって何管理するんっていうね、そしたらこの間みたいな事故が発生した場合責任はどこにあるのか、お金の取り方も大事か。増えてるみたいですけどね、
海水浴場、お金を取るところが。最後のもう今週も金曜日です。締めのロングラン、今週も走り切りました。まあ明日明後日はね、土曜日日曜日なんで、まあ帰りながらトークか、朝のテニスの様子とかになると思います。今日朝何人かな、1、2、4人。うん、3人。え、3人だけ、おかしいな。青木さんは来てないな。金曜日って言っとったな。ということで、これからねちょっと戻って、まあ、着替えたついでに、洗濯ジャバジャバして、本当にすぐ乾くんで、昨日も1時間でほんまに乾くかなと思ったら速攻乾きましたね。先輩が見てくれてるかもしれませんので、ちょっと頑張って走りました。さあ、ということでちょっとこれから着替えていきたいと思います。それでは。